飯田昭弘は、中央競馬、立東トレーニングセンターに所属していた元騎手、元町教師、東方高等学校を卒。息子は、元騎手、現町教師の飯田雄二。タレントの足立理香とは遠赤にあたる。1965年、中京、小林実久る級者所属の騎手候補生となる。1969年、同級者より、騎手デビュー。 初起乗は3月1日で、タカレットに起乗し2着、3月16日に、再び同馬に起乗して勝利し初勝利を挙げる。1970年、中京記念を、Z アローで制止重賞初勝利を挙げる。1982年、フリーとなる。同年9月5日のレース中に、村本義幸騎手の頭を2度打ち、開催4日間の起乗停止となる。 1988年、長教師免許を取得し、騎手を引退する。騎手成績は、JRA 通算53005632章。1989年、旧社を開業する。3月4日、初出走となった阪神競馬場での第11レースは、7番人気だった高シャネルが9着となる。3月26日に、阪神競馬場での 第3レースで一番人気だったリューシャムソンが勝利し、延べ9頭目で初勝利を挙げる。1993年、息子、ユージが騎手となり、旧舎に所属する。1995年、東京障害特別をリターンエースが静止重賞初勝利を挙げる。1997年5月29日に管理馬が地方競馬に初出走。2002年4月4日に、 名古屋競馬場で行われた名古屋優秀50番、人気だったホーマン級と合成し、地方競馬初勝利及びダートグレード、競争初勝利を挙げる。2013年、優春品馬を名称マンボで、JRAG1 競争初勝利を挙げる。2014年、体調不良を理由に2月28日付をもって、調教師を引退。与託馬の内名称マンボは、 同年3月に旧社を新規開業した息子の有事に予託された。2017年9月15日、病気のため生居。70歳没。太字は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。